香川県小豆島町の中山千枚田で行われた稲刈り体験には地元の池田小学校の児童など45人が参加しました。地元の農業への理解を深め将来の担い手になってもらおうと企画されたもので、今年6月に植えられた木の光2アール分が収穫されました。児童らは鎌を使い1時間近くかけて稲を刈り取っていました。鎌が怖くて全部かからんから難しかった。植えた時は、とても小さかったのにこんなに成長して嬉しかったです。お米食べる？食べる。めっちゃ食べる。収穫された米の一部は参加した児童らに配られるということです。